カンボジア国内におけるトンレサップとメコン川の位置関係なさ撮影のトンレサップ。左上方向が北トンレサップはカンボジアに位置する湖であり、家系と結びついている。東南アジア最大の湖であり、クメール語で巨大な淡水湖と川という意味がある。世界最大規模で水上生活者が生活しており、1ブロック1万人、100ブロック100万人以上が住む。 トンレサップはインドア大陸とアジア大陸の衝突によって引き起こされた地質学的な緊張による沈下のために形成された石とメコである。形状は氷炭系である。寒気の間、水深は1メートル程度に止まり、面積は2500平方キロメートルしかない。このため、湖の南方にあるシュトプノンペンと北岸のシェムリアップを結ぶ。 定期船が暗礁に乗り上げかける場面がよくある。しかし5月半ばから11月半ばの雨きには、プノンペン付近でメコン川に流れ込むトンレサップ川が逆流し、周囲の土地と森を水浸しにしながら面積は約6倍、1万6000平方キロメートルまで拡大し、深度も9メートルに達する。上記の面積拡大によって、湖水には、 陸上植物起源の有機物が豊富に供給され、また多量のプランクトンが発生する。これらは、魚の餌となり、このような一時的水域で繁殖するものが多いため、魚が大量に発生する。体重1 0 0ラムを上回るメコンオ,オナマズやフグなど600種類以上の淡水魚が生息する。雨季の終わりには、水が引き、繁殖を終えた魚は川下に移っていく。 トンレッサップ水系の漁業で獲れる魚は、カンボジア人のタンパク質摂取量の60%を占める。輪にも出没する。水生植物も豊富である。固定アオイの過剰な繁応が問題となっているため、日本企業がバイオマスエタノールに加工する実験を行っている。水が引いた地域に残った養分に富む、堆積物が肥料となるため、浮き以外には重要な農地が開け、 浮き島などが栽培されている。トンレサップ川が逆流することは、メコン川下流の洪水を防ぐ安全弁にもなっている。湖面に浮かぶボートハウスの村としてチョンクニアなどがある。浮きはボートで、家屋や店舗、学校などを観光することができる。彼らは、同湖水上生活者3万8000人のうち、8000人を占めるベトナム人コミュニティであると言われる。ありがとうございます。